長のお仕事は分かりますか？サバニー。そう、果たしてます。サバニーは何の名前？サバニーって船。お、正解。船の名前サバニーって言います。で、哲平船長は自分でお船をどん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 作るお仕事をしています。で、今日は哲平船長が作った船にまたみんなで乗って遊びましょう。はい。乗って遊ぶ前にちょうど新しい船、哲平船長が一つ作っています。なのでこれをみんなに見てもらおうと思って用意しました。見てみよう。はい、すみません、質問です。あ、はい、どうぞ。船長って何ですか？船長って何ですか？わかりますか？初めての人。船長って何ですか？これね、このリボンの形を挟んで、こことここは違う木です。違う木をこうやってくっつけて、この2つの木が離れないようにこの形をつけてます。OK？ で、ここ。これは？これはね、そうそう、いい質問です。これは竹です。竹？竹の釘。竹の釘が2つの板をこういう風に貫いてます。で、何が入ってるのかみんなに今から見せます。見てください。こういう木を使います。見て、これ、チャーギっていう木です。チャーギ、他の名前では犬巻っても呼ばれます。沖縄の言葉でチャーギって言います。これは和室の床柱とかに使われたりとか、あの硬くて丈夫で、この木肌も美しい木で有名です。大丈夫？で、これね、この木をこういう四角の木に削っていって線を引きます。線を引いて、ほら見て、この形にします。見える？わー、なんかダイヤモンドみたい。ダイヤモンドみたいだね。こうやってトントントンってやって、この形にします。で、これをここで一つずつ切り離すと、今持ってもらってるみたいに、ほら、この形、これがいっぱいできます。 OK？ リボンがいっぱいできる、で、これをここに当てて線を引いて、またトントントンって穴を掘って、そこにこれを叩き込みます。そしたら取れなくなります。で、これで2つに離れないようにしますね。で、さっきこれ竹って言いましたね。竹、今ね、この右足のところにある竹、みんな知ってるよね。竹、竹わかる？すごい。七夕の時の笹、あれよりも大きい。そうね、これはね、妄想竹っていう名前の竹です。沖縄のです？これはね、沖縄に一応ないと言われてる竹ですね。ただ一部山の中にあるっていう話もあるんですけど、話ね、もともとは沖縄の竹ではないです。これ人のお家で見たことあるけど、あの金の、金色の竹じゃない？あれとまたちょっと違う。切ったら、切ったらこうなってるけど、中がめっちゃ綺麗だな。コップ、コップになるじゃん。これ飲めるんじゃん？飲めるよ、ビールジョッキやし。ちょっと、これをまたこう割っていきます。
それとこういう形になります。細かくするね。細かく割っていきます。持ってみて。で割った後にこれを持ってみて、また小刀で削るとこの形になります。釘？これが竹で作った釘です。おすごい。うん、いい感じの音する。いい感じの音する。いやこれはあの、この後に切り離すので。ねえねえ、テンプルぞ。どうやって入ってるか教えるね。どうやって入ってるの？これがこういう風に刺さってます。おお。でこっちは上から下に斜めにやってる。そう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 、この2枚の板をこういう風に刺さって、で刺した後にこのぐらいの位置になるんですね。で飛び出た部分をノコギリでカットするとこういう風になります。あー、はいはい。でこっち側もしてるんだ。そう、もう切り離す部分。どうやってつけてるんだろう。これで板がこう横にずれないようにしています。一人でどうやってつけてるんだ。昔の人すごいね。そうですね。ボンドとかノリ使ってないよこれ。そうで、これを1つの船に200から250個ぐらい。やばこれを。これ作るだけでも大変。やば。こことここまた別の木なんですけど、ここにも全部このこれと同じように打ち込んでいきます。今から。はい、これから。てっぺいさんじゃん。これさ、一人で持つの。これね、一人で持つのは難しいな。何人かで、よいしょって持ち上げます。この木持ち上げでしょ。これは、杉です。あ、杉、はい。どうやってこんなに大きいの。船に乗りたい、オッケー。みんな作り方わかった？うん、うん、じゃあこれも今から作って、海にこれから何日か後に浮かぶので、その時はまた新しい船乗りに来てね。いつ浮かぶこれ？これはね、年内には浮かべたいですね。みんなお待ちかねの船に行きましょうか。キュー。あ、ライキーまで来てる。はい、こっち向いて。見てくれよ。めっちゃ嬉しい。笑ってよ。ひらまるちゃんだよ。お手手つないどこうか。じゃあね、これ漕ぎ方教えます。見てよ、見てよ。はい、これが漕ぐ道具、エークっていう名前です。聞いた前。冷た。じゃあね、覚えてるかな。これまっすぐなところとちょっと山になってるところ、わかりますか？どっちで漕ぐでしょう？まっすぐ。まっすぐと思う人。はい。じゃあこの山のところと思う人。はい。正解は山のところです。まっすぐでこうじゃなくて、山のところで水をかきます。こうやると気持ちよく焦げます。もし後で海で自分で試してみてもいいよ。どっちが焦げやすいかな。こっちがね、とっても焦げやすいです。やってみてね。で、焦ぐときは、まず両手バンザイします。バンザイ、うん、で、バンザイしてこうやってそのまま鉄棒にぶら下がるみたいに掴みます。で、こうやって入れて1、2、1、2。で今日サバ2に乗るんで、みんなでサーバー2、サーバー2って漕いでみましょう。 OK。 でこれさ、みんな今見ててよ。こうやって横にして漕ぐと、お隣の友達に頭にバンバンってぶつかっちゃうからさ、こうやって立てて漕いだらお隣の友達にぶつからないので、やってみてね。大事ね。はい、オッケー。で、これさ、船も漕ぐ道具も木でできてます。これバンバンぶつけちゃうと木が痛い痛いするから、ここには当てないように漕ぐように頑張ってみてね。オッケー。じゃあまずは乗ってみましょう。はい。じゃあ乗り方も見せるので、ちゃんと乗り方と降り方も、船長の言う通りやってみようね。まずここ、木の板見えますか？この板に座るんですけど、最初にお尻を乗せます。こうやって。ね。で、お尻を乗せて、2つの足を入れます。OK。わかった？で、降りるときは、
お尻乗せたまま足を出してくださいね。ジェットがあるから大丈夫。泳げることもできるし。じゃあここにまで。待って待って待って。乗れるから。メインも寄って。相談して。どこ？お金必要だけど、そしたら。では出航します。おお。はい、サーバーに。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 はい、こいでごらん。めっちゃいい風。船長に懐いた。もう逃げないね。やっぱりね、これノコギリガザミ。ほら、目が見つけた。本当だ、すごい。ほら、笑ってる、口がある。待って待って。笑ってるこいつやば。笑ってるよ。出た。出た。出た。わあでかい。これ一番痛いやつじゃん。捕まえ。大きいの捕まえたら何してみて。見せて見せて。なんだこれは。何お名前。かわいい、かわいく思えるのも不思議じゃない。やってみて、やってみて、やってみて。おお、こんな感じ。みんな、パパ、スズンサで、せーの、出発進行。ありがとう、みんな、ありがとう、ありがとうございます。ありがとう、ありがとう、キーヤー
拍手してください。楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。お腹すいてる？いいよ。レーダー一つあげる。ありがとう。もう食べ。楽しかったでしょ？メイこっち見て。ミユもこっち見て。なんでちょっとだけ笑うの？